メッセにもうすでに、はいはいはい、入れております。箱を開いてレタスはもう十字に切るだけで、そうそうそう、あ、切り込みるだけですね。それでどうしようか、ね、どうしようか、はい、こういうのを入れてっちゃってね、はい、どんどん入れてますね、はい、これはパリパリして美味しいんですよ。これは何ですか？それ、あ、キュウリですか？そうです、キュウリ。じゃあセロリもね、パリパリはね、はい、もうみんなパリパリばっかりですよ、みんなね、はい、パリパリのセロリも入れて、キュウリに、はいはい、あとこれ人参も入れちゃって、はい、ザクッと切ったレタスの間にどんどん野菜を入れていくというかなり豪快な、はい、もうかなり大胆ですね、はい、こう仕入れてね、もうあれですか、自分の思うままに楽しくこう突き進んでいけばいいわけです。盛り付けって大事なんです、盛り付けって、うん、とってもちょっとこれ切っちゃおうか、パリッといい音しましたね、いい音しましたね、なるほどね、いい音がしました、ね、しましたね。やっぱりあのプランおっしゃってますが、あの、はい、見た目もごちそう、そうですよ、羽根がいいです、羽が、羽根が、羽根がいいってことは、やっぱりシャウエッセンもね、音がこうパリってするってことは、はい、そのなんか華やかさ、派手さも楽しめる感じですよね。そうですね、そうですね、こんな感じでね、やっちゃってね、なんかすごい。レミさん、はい、まだね、1分30秒も経ってないですよ。どうしようものすごい速さで、もうちょっと予想より速すぎた感じですかね。なんかサラダの、はい、でもなんか、ね、どんどん切ればよかったですね、最初からね最初からね、あ、そして今日はあれですね、黄色いのと、赤いのとパプリカ使ってます、はい、ドレッシングの中に入れちゃって、うん、そう、じゃあドレッシングかけちゃってあれ噛まないですかね、はい、あ、ね、ドレッシングね、はい、ここに一つあったけどどうしたのこれ、これはじゃあこっちでやりましょうか、これこっちでこれこっちで今から入れちゃうとね、はい、さあ2分経過しました、残りあと1分でシャウエッセンがボイル、茹で上がります。美味しいところになります。デビさん、あの今回このドレッシングはどんな、またオリジナルのドレッシングなんですか？そう、あのね、はい、あの爽やかにね、夏だからクミンパウダーなんか入れてます。あー、クミンパウダー、クミンパウダーは最後でスーッとするんですよね、はいはいはい、そうで、バジルが入ってて、で粉チーズが入ってて、はい、でオリーブオイルが入ってて、そういうのも美味しい、すごく美味しい、これシャウエッセン小さいですから、もう見るからにほぼあらかた完成しているところで、残りあと30秒でシャウエッセンのボイルが仕上がります。もうやることがないでもね、皆さんこれ逆を返せば、このボイルしてる3分間の間でこれだけ見栄えのいいサラダが出来上がっちゃうってことなんですよね。さあ10秒前です。7、6、5、4、3、2、1、茹で上がりました。そしたらこれを、はい、どうするどうするの、はい、じゃあこれでこうやって飛んで、そうですね、一回上げていく、こんな中ね、こんな中ね、こうして、はい、パリッパリですよ、ちょうどですよ、これ、はい、そしたらこれをね、こう刺していく、これも豪快に、そう、こうしてね、持ってね、見て持ってね、すごい、ほら、美味しそうよ、わー、これはでもなんか夏休みにね、こうお子さんと一緒に盛り付けとか楽しめる、そういう感じでもありますね。レタス丸々1個なんで、結構大勢でワイワイ楽しんでますね。これわかる？これ。え？何ですか？あ、もっと、まさか。そう。なんと。そう。こうパリッと。こうですか？こう。こう。はい。パリッと。すごい。まさかこんなことまで準備をいただいてたんですが、ありがとうございます。こうしてね、8月10日はパリッとシャウエッセンの日、はい、ということで完成です。完成しました。はい、あ、ソースもか、ソース、ソース、ソース、あ、じゃあ今ね、テーブルをご用意して皆さんにもね、ご覧いただきます。じゃあこれもちょっとね、ソース混ぜるとき包丁使わなかった。何もないの、何もないの、何もないのさすが、今日も爆発的なパワーをいただいてます。美味しそう、美味しそう、美味しそう。よし、できた。はーい、はい、完成です。さあ、じゃあレミさん、こちらへお越しください。はい、で、サムちゃん、あれ、これ持ってくの？はい、持ってきますよ。はい、お願いします。はい。はい。どうぞ、召し上がってください。はい、ありがとうございます。レミさん、ちなみに、はい、このサラダは何か、